バージョン 3.0 ガチャ誰を引くべきですかっていう質問が無限に来ると思うので、ここで先に解説しておきます。外見とか好みとかを無視して完全に性能面だけのお話をする場合、今回のバージョン 3.0 ガチャで一番おすすめなのは勝利、時点でおすすめなのがティナリ、カウンとココミに関してはその自分の持ってるキャラ次第っていう感じですね。それではまずは勝利先生の解説から。このキャラは原神における最強キャラ四天王と呼ばれているキャラの一人で、こと性能面において迷ったらまずは引くべきキャラ、いや迷わなくても全原神ユーザーが引くべき最強キャラです。どこが強いのかざっくり説明すると、元素スキルのシールドが硬すぎて敵に割られることがほとんどない、敵の全耐性を問答無用でマイナス 20% できる、元素爆発の石化が便利、元素爆発のダメージ倍率も高く単発火力もそこそこ出る、長身男性キャラなので移動も早い、元素スキルで鉱石をまとめて割れるのが探索の時に便利、などなど上げ出したらキリがないんですが、とりあえずまだ勝利を持ってない人は今回のガチャで引いてあげるのがおすすめです。お次はティナリ。ティナリは今回のバージョン 3.0 で登場する新キャラで、まだはっきりとした性能は出てないんですが、公式生放送の映像を見た感じ、おそらくアタッカーキャラになる可能性が高いです。そして何より新元素の草元素キャラ、武器が弓っていうことで、まあ色々とね楽しみなキャラではあるんですが、基本的にこのゲームでは星5アタッカーって他にもたくさんいるので、役割で言うと優先度はそこまでは高くないです。ただしティナリは今回のガチャ以降ディルックやナナと同じ工場キャラに追加されるので、今後二度とピックアップガチャに登場しない可能性も高いんですよね。なので6分の1のすり抜けでティナリをピンポイントで狙い撃ちするのはなかなか大変だと思うので、この機会に一人ティナリを確保しておくっていうのもおすすめかなと思います。まあ、何より新元素の草元素キャラを使いたいっていう人も多いんじゃないでしょうか。なのでティナリがおすすめな人の特徴としては、草元素キャラが欲しい人、アタッカーキャラが欲しい人、弓の銃撃を主体に戦う遠距離キャラが欲しい人、そしてティナリが好きな人、ここら辺に当てはまる人はティナリを引いてあげるのがおすすめです。まあ、一応星4草元素キャラのコレイがイベントで配布される予定なので、そこら辺も考慮してガチャを引くかどうか決めてあげるといいと思います。ということで前半の2キャラに関しては以上ですね。 3.0 後半の2人、カウンとココミについてですが、この2人は性能面で見た場合めちゃくちゃ優秀です。カウンはこの間やった実況者4人で無凸アタッカー最強を決める企画の中でも1位のキャラでしたし、ココミは新強螺旋で使用率トップ5に入るくらい優秀なヒーラーです。なんでそういう意味ではこの2人すごいおすすめキャラなんですけど、このゲーム他にも同じぐらい優秀なアタッカーキャラとか回復キャラってたくさんいるので、さっき解説した勝利とかカズハくらい無理に引くべきかっていうと残念ながらそこまでではないんですよね。もちろんねキャラが好きなら引くっていうのは大前提として、優秀なアタッカーでいうとアヤカとかフータとかヨイミヤとかショウとか上げ出したらキリがないですし、ヒーラーは工場キャラのジンとかノシオンのディオナ、そして何よりベネットと、ここら辺の同じ役割のキャラをすでに育成して使ってるっていう人はカウンとココミ、この二人を無理してまで引かなくてもいいんじゃないかなって思います。ただしカウンには遠距離で一方的に大火力を叩き込める銃撃があったり、元素爆発が超広範囲かつループすることができ、ココミは凍結主軸の編成では唯一無二の強さがあり、何より回復力では原神の中でもトップクラスの性能を持っているなど、この二人にはこの二人にしかない唯一無二の強さもあるので、そこら辺が自分の好みと合う人は引いてあげるのがおすすめです。カウンを引くのがおすすめな人の特徴としては、アタッカーが欲しい人、アモスの弓を持っている、もしくは引く予定の人、弓の銃撃を使って遠距離から大火力を叩き出したい人、氷元素キャラで凍結や妖怪を主軸に戦いたい人、そして何よりカウンが好きな人、ここら辺に当てはまる人はカウンを引いてあげるのがおすすめです。でココミを引くのがおすすめな人の特徴としては、凍結や感電を主軸としたパーティーで戦いたい人、新しい回復キャラが欲しい人、そしてココミが好きな人、ここら辺に当てはまる人は三好のみはココミを引いてあげるのがおすすめです。特にココミは凍結を主軸とした神羅転生と呼ばれるこちらのパーティーでめちゃくちゃ活躍してくれるので、アヤカを持ってる人はかなりおすすめのキャラですね。はい、ということで以上がバージョン 3.0 ガチャについての解説でした。まあ、もちろんねセットで来る星4キャラ次第とかでガチャの優先度が変わったりすることもあるかもしれませんが、今回の動画を見て自分の持ってるキャラとの相性だったりと相談しながら参考にしてもらえると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。